前回のマインクラフトは拠点の横に洞窟を発見。入ったはいいものの敵がわらわら出てきた。黄昏の森ってこんなに敵が多いの？クリアできるのかちょっと不安。登録。盾持ってきた。もう盾がないと無理だわ。もう盾でとりあえず矢はガードしないとどうしようもないんだよね。コボルト、こいつも意外と攻撃力があって嫌なんだよね。よし、ここからちょっと降りてみましょう。ここ結構いい感じに鉱石あるんで掘っていきます。ここは結構あるぞ。あ、わあ、どびっくりしたー。お前ふざけんな。しゃあ、オッケー。なんか戦い方はね、分かってきたぞ。戦い方分かってきた。うん、もう闇雲にね、ブンブン振っちゃダメなのよ。うん、それはね、コメントで聞いてたんだけども、そういうことか。ちゃんとね、チャージしてしっかりと切っていったら全然ダメージが違うもん。オッケー、なんかナーガにも勝てる気がしてきた。いや、勝てないか。まだ装備がさすがに足らんのと思うよ。やばい、めちゃくちゃ来た、よし、おっしゃ、なんとか大量の敵にもなんとか対応できるようになってきた。もうがむしゃらに戦わないことよね。がむしゃらに戦わずに一旦引いて地の利を利用してから戦うと、そういう感じがもうベストっぽいよ。こういう戦い方なんだな。ゴリ押ししちゃダメ。どこ、うわ、めっちゃ来た。あらかたね、探してみたんだけども、なんもないね。なんにもない。話によるとこの中にはチェストがあって美味しいものがたくさん入ってるっていう風に聞いてるんだけどな。なんもないよ。あらかた全部行ったよ。ああ、行ってないところもまだあるか。こっちもまだっけ。なーんにもない。おお、なんか、ああ、金か。行かないか。ちょっと待って、あった、待って、ダイヤモンド発見。ダイヤ発見。よし、オッケー、4つ、オッケー。ちょっとツルハシがなくなりそうだね。でもあと1個確かあるんで大丈夫です。あー、危ねえ。ブランチマイニングで掘り進んだ方がいいような気もするんだよね。どうなんだろう。なんかあるか。あったー、ここ結構ある。この辺掘り進もうか。基地を作ってさ、中継基地作って掘り進んでもいいかもしんない。ダイヤモンド装備をさ、揃えよう。ダイヤモンド装備すれば多分ナーガにもなんとか勝てるとは思う。そんな気がする。中継地点だ、ここに作るぞ。一応中継地点完成ですね。で、ここをこっち側にこう掘り進んでいけばいいはずなのよ。で、ちょっとね、扉が欲しい。扉が。木がね、ないんだよね。うん、棒はあるんだけども、ちょっと扉作れないでしょう。作業台とか持ってくればよかった。どうしようか、一回取り替えろうか。武器もね、もうほぼないしね。ないよね。そうか、もう作れないんだよね。作業台ないから。
無理だもんな。これいけるか。まあ、とりあえずそんなにね複雑な道じゃなかったから戻ります。で作業台とかを持ってきてここでちょっと生活できるようになんとかしよう。コボルト、敵はこれなんかどん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 湧くみたいね。うん、大丈夫。もう戦い方はね大体分かってるんで大丈夫です。おー、エンダーマンがいる。どっちだったっけ。違うな、こっちだな。やばいなやべえな、これ帰りつくか。うわまた来た。もう来んなって。よしよし、もう来ないでくれ、頼むから。よし、なんとか帰りたい帰りたい。見えた、上あった。いやでもなんか敵の声もめっちゃくちゃ聞こえる。マジか、ツルハシもなくなった、最悪だ。よし、オッケー。帰る、俺はもう帰る。よし、マイホームが見えてるよ。よっしゃ、よし、帰り着いた、よかった。まあ、あのね、ブランチマイニングする場所結構近くだから大丈夫。またねちょっと木とかを持って潜っていきたいと思います。いやー、拠点の近くにあんなとんでもない場所があるとは。うん、何度も何度も死んだ。でも戦い方が若干分かってきたんでよかったでしょう。はい、じゃあ次は鉱石をねたくさん集めて、またナーガにでも挑戦してみましょうか。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。